国道324号は、長崎県長崎市から熊本県宇城市に至る一般国道である。長崎県長崎市の旧長崎県庁があった、長崎市江戸町交差点は起点である。県庁坂折、中央橋、浜町地区に差し掛かったところで、長崎随一の繁華街である、浜町をアーケード商店街を通過する。長崎市のもてぎ港から、 天草灘の海を高速船で渡る海上国道区間を経て、熊本県天草下島のお礼北町にある富岡港から再び陸上区間となり、天草下島と天草上島の天草灘、島原湾沿いを通る海岸道路として浮市へ向かい、同市内の国道57号交点で終わる。浜町アーケードは国道324号の一部でもある。 長崎市の浜町アーケードは商店街のアーケードでありながら国道324号として指定されており日本国内で二例しかない珍しいアーケードの国道に指定されている。浜町アーケード内及びその手前に架か,かる鉄橋は日中の午前10時から翌朝5時まで歩行者専用の通行規制となることから自動車 原動着付自転車では午前5時から午前10時までの1日5時間だけ通行できる。同じくアーケード国道がある東大阪市の国道170号と異なる点は浜町アーケードの東西入り口には国道324号の国道標識も設置されているところである。街頭区間の西に中央橋を起点とし長崎電気軌道を挟む片側に車線の指導浜町。 油谷町1号線が並走しており、終日通行ができない国道に変わり、本通りとして機能している。したがって、規制時間帯の迂回は容易である。長崎県長崎市の茂木港から、熊本県天草郡霊北町の富岡港までの有明海は、海上区間である。茂木港富岡港間には、かつて安田作業機線が1日4便のフェリーで2013年10月まで。 修行していたが、現在この航路のフェリーは修行していない。安田産業機船に代わり、霊北観光機船が1日4便の高速船で、この航路を修行する。霊北町から天草市の鬼池港までは、国道389号と重複。天草下島と天草上島に挟まれた海峡に、かかる天草瀬戸大橋は、国道266号との重複区間で、 天草上島上陸後は国道266号と分かれて北側を周回し島の北端にある天草松島に到達する。上島の天草市から上天草市にかけて有料バイパスで熊本天草幹線道路の一部路線である松島、有明道路が並行する。上天草市松島町合心からは国道266号と再び合流して 天草五郷の起点である天文橋付近に到達する。長崎市の浜町アーケードを過ぎると、傾斜の厳しい坂道になり、ヘアピンカーブにも住宅が立ち並ぶ。峠を越えると一転して、住宅街が皆無となり、長崎自動車道との分岐点である、連絡路と合流する。さらに、峠を下ると、長崎半島の付け根に位置する、モテ港に到達する。 天草下島から天草上島にかけて、天草灘や島原湾を望む、眺望の良い道路が続く。国道266号重複区間であり、天草松島から九州本土にかかる、天草五郷及び天草パールラインは、九州屈指の観光道路で知られる。天草下島から天草上島、前島、池島、大池島、長浦島、大谷の島を経て、 九州本土の浮市に至るルートは、離島を渡る国道として、国道317号に次いで、国道中2番目に、多くの離島を渡る、長崎県熊本県橋梁、編集トンネル、編集起点から、ハット ABCDEFGH2015 年4月1日、現在、ハット AB 点石交差点から、長崎インターチェンジ前交差点まで返して利用できる。ありがとうございます。